おはようございます。本日は自称中級者キャンパーである私が日本全国を旅しながら各地でキャンプをして、ここは行ってよかったなと思ったキャンプ場を5箇所紹介していこうと思います。っていうか、いつまでこのシリーズのネタをこすり続けるねんって感じなんですが、まあもう少しで終わりますんでご辛抱ください。そんでもって、なぜいつものように10箇所ではなく5箇所なのかって話なんですが、私が旅で行ったキャンプ場が合計で30箇所くらいなんで、こう30分の10っていうとちょっと多すぎるかなと思ったんで、まあバランス的な問題で今回は5箇所に絞らせてもらうことにしました。あと注意点として、いつものごとくランキング形式ではありません。で、紹介されなかったからといって悪いキャンプ場というわけでもないです。それと、ふもとパラとか、あとほったらかしキャンプ場とか、なんかあまりにも有名すぎるなって思ったキャンプ場は除外してます。まあ私の独断と偏見なんでね、その辺はご了承いただければと思います。それと、紹介に入る前に、まず私のキャンプスタイルというか、その辺の話をしておかないと選定基準がわからないと思いますんで、まあ簡単にだけ話しておきます。まず私は2020年頃だったかな、キャンプを本格的に始めました。で、キャンプ歴でいうと約3年くらいといったところでしょうか。会社員をやってた時はよくて月1回、まあ、キャンプに行くか行かないかで、旅を開始してからは、これ平均すると週1ぐらいの頻度でキャンプをしてた計算になるんで、まあ、回数だけはそこそこって感じだと思います。それと、使用しているキャンプギアは基本的にソロ用のギアで安物ばっかりです。一番高いやつでもテントで1万円くらいとか、まあそんなところでしょうか。まあ典型的な安物買いの銭失いキャンパーってやつですね。で、それからキャンプスタイルとしては、車で行くキャンプがほとんどで、徒歩や自転車、バイクでのキャンプはあんまり想定していないスタイルです。キャンプ始めたて、まあ初期の頃はこう勝手が分からなくて、こう車に山ほど荷物を積み込んでいろいろと持って行ってたんですが、現在はギア少なめの簡単キャンプが多くなってきてますね。こう設営と撤収の手間を極力省くような構成が多いです。なので、紹介するキャンプ場の傾向としては、ソロでも行きやすくて、まあおしゃキャン連中が比較的少ない、あと簡単キャンプがしやすいとか、まあそういったキャンプ場がメインになってくるかなって感じです。まあちょっと長くなったんですが、早速紹介していこうと思います。では最初に紹介するのは、和歌山県の串本町にあるリゾート大島。これはつい最近投稿した動画でも行ったキャンプ場なんで、なんかこう既視感があると思うんですが、ここは私が過去にプライベートでも何回も行ってて非常におすすめだと思ってるキャンプ場です。和歌山県の、まあ、紀伊半島のほぼ最南端にあって、まず徒歩とか自転車で行くのはなかなか難しいかなっていう立地の上に、周辺の都市圏で行くと、大阪になると思うんですが、大阪から車で行ったとすると下道で 5,6 時間以上はかかるっていう、こう交通アクセスっていう点を考えると、まあゴミとしか言えないキャンプ場なんですが、そんなアクセスの悪さをカバーして余りあるほど最高の体験をすることができます。まずキャンプ場の企画としては、高規格のキャンプ場に該当すると思います。売店や水洗トイレ、炊事場、コインランドリー、シャワー室など快適に過ごせるキャンプ場として必要な設備は大体揃ってますし、あと別途料金が必要なんですが、キャンプ場内にある天然温泉に入浴することもできます。あとは紀伊半島最南端っていうこともあって、まあ、気候が比較的温暖っていうのがいいですね。で、私がよく借りるサイトとしては、広々展望サイトっていうサイトなんですが、このサイトからの眺めが非常に良くて、高規格サイトながらも非日常感をしっかり味わうことができるっていうサイトです。他にも通常の芝生サイトやドッグラン、コテージ、グランピングサイトといった、まあ、複数の人数や用途別の施設も揃っていて、まあ、まさに至れり尽くせりといった感じですね。キャンプサイトの値段も土日祝だと結構高いんですが、こう平日をかぶせていけば、まあ、大体 2,3 千円くらいかな、まあ、比較的安い部類に入ると思いますんで、ここはおすすめですね。
あとキャンプ道具のレンタルとかもやってるみたいなんで、こう初心者キャンパーの方にもおすすめできるキャンプ場になってます。私のおすすめプランとしては、キャンプ場周辺には結構観光地とかが多いんで、まあ、時間に余裕を持って移動して、本州最南端の潮岬とか、あと奇岩がこうずらっと並んでる橋杭岩とか、まあ、いろいろ観光してからキャンプ場に行って、あとは私が動画の中で言ったみたいに、こう次の日は帰りながら白浜町とかを観光していくみたいな感じだと、こう紀伊半島の観光地を楽しめるんじゃないかと思います。まあ、もし余裕があれば、那智勝浦町っていうところも比較的近いんで、まあ、そこでこう美味しい海鮮を食べて帰るのもいいですね。では次、おすすめのキャンプ場2カ所目は滋賀県の奥琵琶湖キャンプ場。ここは琵琶湖を眺めながらキャンプができる、いわゆる湖畔キャンプ場というやつで、私が行った時はキャンプ場はまだまだ拡張中といった感じで、比較的新しいキャンプ場の部類に入ると思います。で、動画にも出してますが、私がキャンプをしたサイトからは琵琶湖を眺めることができて、湖畔キャンプの魅力を十分に味わうことができました。で、キャンプ場の規格としては高規格の部類に入ると思います。売店とか水洗トイレ、炊事場などは綺麗な設備が完備されてました。あとはコテージやバンガローとかも複数あるみたいで、まあ、キャンプ以外の目的でも楽しむことができると思います。キャンプ初心者の方にはキャンプ道具のレンタルもやってるんで、まあ、何も装備を持ってないとかっていう人でも、まあ、大丈夫じゃないかなと思います。私のおすすめとしては、琵琶湖を一望できるレイクビューサイトだったかな、このサイトがおすすめだと思います。ただ私が2022年に行った時はまだ作ったばっかりって感じだったんで、まあ、あれからしばらく時間が経ってるんでね、もしかしたら設備はちょっと変わってるかもしれません。一応公式サイトを見る限りは、あの各サイトごとにこう電源が使用できるとか、あと寒暖差があると琵琶湖に雲海が現れる様子が見られるとか書いてましたね。それと寒暖差っていう言葉で、あのちょっと思い出したんですが、このキャンプ場は滋賀県の北部あたりにあるんで、冬はね積雪があるみたいですね。なので雪中キャンプはね、初心者の方には結構難易度が高いと思いますんで、まあ、これから行ってみようっていう人は天気予報とかキャンプ場の公式サイトの情報なんかをよく見てから行った方がいいと思います。では次、おすすめのキャンプ場3つ目は高知県の星ヶ久保キャンプ場。昔隕石が落ちて窪地になった場所っていうのが、まあ、キャンプ場の名前の由来になっていて、サイトの中心は大きくくぼんでて池が目の前にあるっていうキャンプ場です。ここは先ほど紹介してきた高規格のキャンプ場とは、まあ、少し毛色が異なっていて、常駐する管理人さんがいない、まあ、無料のキャンプ場で、いわゆる野営地の部類、まあ、中級者以上向けのキャンプ場になってます。ただこう野営地って聞くとなんかかなりハードルが高いように感じてしまうんですが、ここは野営地の中ではかなり高規格の部類で、しっかりと整備されたサイトにほぼ無人なんですが管理棟があって、まあ薪が売ってたり、あと綺麗なトイレもありますし、夜は簡易的ですがイルミネーションみたいなのもありましたね。まあシャワーとか洗濯場といったこう高規格サイトにありそうな設備はないんですが、必要最低限以上の設備がある非常にいいキャンプ場だと思います。それとこのキャンプ場は星が綺麗に見えるっていうことでも非常に有名で、私も実際にキャンプした時にこう星空を見たんですが、これマジで綺麗でしたね。あの無料のキャンプ場っていうことで、こう他の街灯とかが非常に少なくて、こう夜のサイトが非常に暗いんですよね。で、周辺の光量が少ないんで、こう余計に星空が綺麗に見えて、この星空はね、またいつか絶対見たいなって思わせてくれる景色でした。正直これ私からすると、あの本当に無料でいいんですかって言いたくなるキャンプ場なんですが、あのこれ動画のコメントで教えてくれた方がいて、あの以前は管理人さんがいたらしいんですよね。で、かなりしっかりと整備してくれてたらしいです。まあ、本当ありがたいですね。このご時世、こう無料のキャンプ場ってね、あのだんだん減ってきてるんで、まあ、こういったキャンプ場をなんとかして維持してほしいなと思いますね。まあ唯一難点があるとするならば、あのキャンプ場に行くまでのアクセス、あのとにかくね道が悪かったっていう記憶しかないんですよね。キャンプ場に向かってる時はこう本当にこんな場所にキャンプ場なんかあるんかみたいな思いながら運転してましたね。まあ、かなり半信半疑でした。
まあ高知県の田舎の方にあるっていうので、まあ仕方がないことなんですが、こう徒歩や自転車で行くにはかなりハードルが高いキャンプ場だとは思います。ではここで番外編のコーナー、おすすめできるキャンプ場ではあるんですが、こうちょっと人を選ぶなって感じだったり、あまりにも初心者には厳しすぎるかなっていった理由で、まあ、今回紹介には至らなかったキャンプ場を、まあ、さらっとだけ紹介します。まず最初は愛媛県の大隅海浜公園クジラ広場キャンプ場。ここは大きな公園の敷地内の一角にある無料のキャンプ場で、サイトからは綺麗な海を眺めることができて、まあ、個人的には最高のキャンプ場だと思っているんですが、無料のキャンプ場っていう条件では先ほどの星ヶ窪キャンプ場と同じなんですけど、こう設備面で少し劣るかなっていうか、こう簡易的な炊事場と、あと水洗ではあるんですが、こう公園のトイレと同程度かなっていうくらいのこうトイレしかなくて、まあ、初心者の方にはちょっとハードルが高いかなって感じたんで、まあ、今回は外しました。まあ夕日がめちゃくちゃ綺麗だったのと、こうサイトの立地的にはすごい良かったんで、まあ、キャンプに少し慣れてきたらぜひ行ってほしいキャンプ場ではあります。で次は鹿児島県の佐田岬野営場。私はこの野営場に関しては天候の都合でデイキャンもどきをやっただけなんで、こう宿泊したわけではないんですが、ここは私が過去見てきた中で、まあ、最強クラスに設備が整った野営場でした。綺麗に整備されたサイトに綺麗な炊事場とトイレ、しかも無料で利用できるっていう、これがね素晴らしい野営場なんですけど、こういかんせん立地がね、本土最南端の、まあ、近くっていうこともあって、周りにマジで何もないです。買い出しをするお店とかも野営場の近くになかったと思うんで、まあ、事前にしっかりと準備をしておかないといけないっていうのが、こう初心者の方とかには少しハードルが高いかなって感じたんで、まあ、今回は外しました。まあそれを除けば非常にいい野営場だと思います。あと本土最南端の佐田岬も近くにあるんで、まあ、ついでに行って、日本本土支局の踏破証明書をもらっておくといいと思います。といった感じで番外編は以上です。じゃあ本編に戻ります。おすすめのキャンプ場4つ目は福島県の天神浜オートキャンプ場。ここは猪苗代湖っていう湖のそばにある湖畔キャンプ場で、湖の目の前にテントを張ってキャンプをすることができます。先ほど私が紹介した奥琵琶湖キャンプ場は湖畔からは少し距離があったんですが、この天神浜オートキャンプ場は行こうと思えば湖の間近まで行って設営することもできます。まあ不意な増水とかを考慮すると、まあ、多少距離を取っておくことは必要だと思うんですが、こうそれでもなんかこれぞまさに湖畔キャンプみたいな感じがして非常にいいキャンプ場でした。でキャンプ場の規格としては高規格の部類で、売店や水洗トイレ、あと炊事場、シャワーとかがあって、買い出しをするための店も結構近いんで、まあ、初心者の方でも十分やりやすいキャンプ場だと思います。猪苗代湖の湖畔にテントを立てて、まあ、湖を眺めながらダラダラと過ごして、サイトからは磐梯山っていう有名な山が見えるんで、ロケーションとしては最高の部類に入るんじゃないかなと思ってます。あと私はやらなかったんですが、ボートに乗ったり、まあ、湖を泳いだりとか、まあ、アクティビティも充実してると思いますね。まあ注意点としては、先ほど言ったようにこう湖の急な増水とか、あと私が行った時が夏だったっていうのもあるんですが、こう遮蔽物がないっていうのもあって、やっぱ暑かったですね。こうタープとかでしっかり日よけを作っとかないと、こう暑さでやられちゃうかなと思います。まああまりにも暑すぎるとか、こう天候的にちょっと厳しいなっていう場合は、湖畔からちょっとだけ離れたところに雑木林みたいなサイトがあるんで、そこにテントを設営するようにしましょう。私のおすすめとしては天神浜オートキャンプ場でキャンプをして、翌日は喜多方ラーメンを食べたり、磐梯山の周辺をハイキングしたり、まあ、会津若松市でこういろいろと観光するみたいなのがいいと思います。では最後、おすすめのキャンプ場5つ目は長野県の高ぼっち高原。ここは行ってよかった観光地の動画でも紹介した場所なんですが、私はこの高ぼっち高原でキャンプもしました。で、高ぼっち高原の良かったところは、まあ、以前も紹介してるんですが、まあ、一応もう一回紹介しとくと、まず景色、これがね最高に素晴らしいです。標高が高くて北アルプスの山々を一望することができるっていうのと、
日本一のシャッターポイントって呼ばれてる高ぼっち山の山頂からは諏訪湖や富士山、あと北岳を一望することができて、まあ、文句なしの絶景ですね。特に夕方の北アルプスの山々と夜の高ぼっち山からの夜景、これは絶対見といた方がいいと思います。まあ冬季閉山してしまうんで見られる時期っていうのは少し限定されるんですが、まあ、秋頃に行くと空気がとても澄んでて非常に綺麗だと思います。ただキャンプ場の企画としては、まあ、お世辞にも高企画とは言えないかなって感じで、シャワーとかランドリーとかいった設備はありませんし、まあ、売店はあるんですが品揃えはかなり少ないですね。まあ炊事場とトイレは結構綺麗なんでそこはありがたいんですが、あの国定公園っていうこともあって、こうゴミがね全部持ち帰りで、焚き火をした後の灰捨て場とかもないんですよね。あの灰も全部持ち帰りです。それと山の上っていうこともあって、こうよほど体力に自信がなければこう自転車とか徒歩で行くっていう選択も難しいかなと思います。まあ車かバイクは必須ですね。あと以前の動画でも話したんですが、私が行った時、2023年9月時点の話になるんですが、高ぼっち高原に行く2つのルートのうち1つが通行止めになってたんで、まあ、交通アクセスといった面で少し不便かなって感じですね。あとまあ道も結構悪いんで、まあ、運転には十分注意する必要があります。まあそういった点を加味しても行ってほしいキャンプ場ではありますので、まあ、機会があればぜひ行ってみてください。といった感じで、今回は私が日本一周の旅をしながらこういろいろとキャンプをして、ここがおすすめだなと思ったキャンプ場を5カ所紹介させてもらいました。他にもおすすめだと思うキャンプ場はたくさんあるんですが、まあ皆さんそれぞれねキャンプスタイルは違うと思いますんで、あくまで一つの参考程度にお考えください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。